こんにちは。先行グラフの書き方について説明したいと思います。最初は書き方について説明しますが、T1 は Transaction1 の意味をします。T2 は Transaction2 の意味をします。R1A は TransactionA でフィールド a を読み込みするという意味をします。W1A は トランザクション1でフィールド A に書き込みをするっていう意味をします。はい。次は線を引くルールについて説明したいと思います。トランザクション1に A に読み込みがあって、その後トランザクション2に A に書き込みがあれば線を引きます。最初に書き込みがあって、別のトランザクションで読み込みがあるとしたら、ごめん、これ2ですね。 背の引きます。で、もちろん書き込みの後、同じフィールドに書き込みがあれば背の引きます。で、最後に1つのケースだけが残ります。読み込みの後に別のトランザクションで読み込みがあるときに何も引かないです。無視します。また、コミットがあれば無視します。そして、いつも あとにあることだけを気にします。それは多分今言っても分からないから、後での説明で明らかになると思います。早速スタートします。これについて先行グラフを書いてくださいって言われるかもしれないです。これあちょっと分かりにくいと思いますから、私は表で見ます。トランザクション1のことのものを全てここに書きました。トランザクション2のものを全てここに書きました。 トランザクション1、トランザクション2。ちょっとこれ消そう。じゃあ、トランザクションは2つあるから、まず2つのノードを書きます。トランザクション1、トランザクション2。はい。で、トランザクション1に X に書き読み込みがあります。で、同じ X にトランザクション2に読み込みがあります。でも、読み込み読み込みはどうでもいいとさっきも言ったから、無視します。けど、ここに X に書き込みがありますから、ここに矢印を書きます。 で、同じようにここにも書きます。で、念のためにここにも書きます。次はこの読み込みを見ます。X に読み込みがあって、ここに X に書き込みがあるから、ここにも矢印を書きます。トランザクション2からトランザクション1にここにも矢印を書きます。で、念のためにここにも書いときます。はい。 実際にこのグラフにもっと矢印を書くことはできないからもう終わったけど念のために最後までやりましょうで次はここに書き込みがあってここにも書き込みがあるから実際にここにも矢印を考えておきますつまりここからここまで次はこの y に y の読み込みがあるここに y がないけどここに y があるけどそれは同じトランザクションの中であるから無視しますでは この,それでこのグラフは終わったから判定しましょうサイクルがあるから競合直列可能ではないはい次の例こんな感じになりますトランザクションは3つがありますつまりトランザクションノードを3つ書きましょうはいここに読み込みがあります A にここにも A に読み込みがあるけど読み込み読み込みは無視します さらに,に見ると、ここに書き込みがあります。では、ここで矢印を書かないといけないですね。トランザクション1からトランザクション2に。次は読み込み、B に読み込みがあります。ここに B がないです。ここに B に読み込みがあるけど、これを読み込み、読み込み、無視しますが、ここに書き込みがあるので、ここで矢印を書きます。ちなみに、ここにコミットがあります。 それを無視します。では、1からトランザクション3までも矢印書きましょう。そして矢印をちゃんと書きましょう。申し訳ない。はい、次、読み込み A。A がない、A がない、A がある、どうでもいい。はい、それはそのままでいい。C の読み込み。ここにも C の読み込みがある。読み込み、読み込み、無視しても大丈夫です。読み込み、書き込みがありますが、同じトランザクションだから大丈夫です。 次は B の書き込みを見ます。ここに B の読み込みがありますのでここでも矢印を書きましょう1から3までもう書いたからここは別に何もしなくてもいいですそして実際にこれもありますけど同じ問題1から3までもまあ問題って言っても1から3までも矢印を書いたから別に何もしなくても大丈夫です ここに B がないのでそのままで大丈夫です。はい。次はコミット。無視していいです。B の読み込みです。ここに B がないので大丈夫です。C の読み込みです。ここに C の書き込みがありますから、ここでちゃんと矢印を書かないといけないです。はい。こんな感じになります。で、次は B の書き込みです。B の書き込みないから、B がないから大丈夫です。はい。それで終わりました。ここに サイクルがないから、競合直列可能である。難しい言葉です。はい。では次の例に行きます。最後の例になります。また、トランザクションが3つありますから、3つ書きましょう。はい。A の読み込みです。ここに A の書き込みがありますから、ここに矢印を書かないといけないです。1からトランザクション2まで。 そうして、ここではすまないですね。ここにも書き込み、A の書き込みがありますので、ここにも矢印を書きます。1から3まで。次は B の読み込みを見ます。B がない、B がない、そのままで OK です。はい、A の書き込みがあります。ここにも A の書き込みがあります。ここにも A の書き込みがあります。その結果、 トランザクション2からトランザクション1までの矢印を書きます。そしてトランザクション3までの矢印も書きます。競合チョコレート可能。競合チョコレート可能ではないです。はい、それで説明が終わります。ご清聴ありがとうございます。